コンスタンティノス・ドキシアディスはギリシャの都市計画家、建築家。彼はパキスタンの新しい首都イスラーマーバードの主任都市計画家、そして後にイキスティックスの生みの親として知られる。エントピア、エキュメノポリスなどを提唱し、世界の都市計画に大きな影響を与えた人物。超個人的速度と化した現代社会の変化に対応すべくアテネに、 自身の研究所と教育機関、学校、そして設計事務所を持ち、都市総合科学、エキスティックスの確立を提唱。都市開発、再開発、住宅地計画や交通、農村計画、工業製品のデザインなど、様々な分野またスケールに関する計画を手掛けた。また、ドクシアディスは、新しい都心の未来像において、 最適な対数スケールとして表した地表の物理的空間のことを人間定住社会と呼んだ。循環する家族構成、人口過剰、急速な社会化、機械の浸透、工業化と近代技術都市化、経済の発展、核因子の並存という八つの因子を都市の基本要因として捉え近代都市の進化を推進した。バングラデシュ。 ダッカ大学教師学生センタードキシアダスは1913年5月14日にブルガリアアセノブグラトで町に根深い家族のもとに生まれた。彼は1935年ギリシャに渡りアテネ工科大学で建築工学を卒業し1年後にシャルロッテンブルク大学で博士号を取得した。1937年に大アテネエリアの チーフタウンプランニングオフィサーに任命される。第二次世界大戦中は公共事業省の地域都市計画局長を務めた。ギリシャでのレジスタンスにも参加、ギリシャとイギリスの政府によってそうされ、戦争末期に復興大臣としての地位を確立、1950年代に何十もの国で大きな住宅設計契約を獲得することを可能にしたのはこの経験であった。 1951年にドキシアダス・アソシエイツ、コンサルティング・エンジニアの民間企業を設立。五大陸にオフィスを構え40カ国にプロジェクトを持つまで急速に成長した。1963年に、同社は DA ・インターナショナル・ CEO ・リミテッドに社名を変更。開発と経済学に関するコンサルタントになる。 彼の最も有名な都市計画の仕事の一つは、イスラマバードである。政治的、経済的勢力が変化しても計画を完全に実行することができなかった。既存の都市における彼の実績の多くとは異なり、完全に実現された新しい都市として設計された。イスラマバードの計画は、車と人を分離し、公共交通機関や公益事業への容易で手頃な。 価格でのアクセスを可能にし、彼のコミュニティの人的規模を失うことなく低コストの全身的拡大と成長を可能にした。リアドや他の地域での作品は、ある人類学者が封じ込め、アービタニズムと呼んでいたもの、つまり都市に移住する農村の大衆の統合を目的とした政策を表している。リアドでは南西北東アクセスで都市を再編成。 計画された都市、メッカに面している巨大なモスクに似ている。彼の会社は、この他、フィラデルフィア・イーストウィック地区のための再開発計画の設計を手掛けた。1965年、米国インダストリアルデザイナーズ協会より、注目に値する成果、独創的で革新的なコンセプト、そして、工業デザイン専門職、その教育的機能、そして、 社会全般に対する長期的な温床を授与された。人間の居住の科学として、イキスティックスを提案し、その範囲、目的、知的枠組み、及び関連性について解説。科学の発展に対する主な動機は、ますます大きく複雑な入植地の出現であり、地域の混乱や世界の都市への傾向さえある。しかし、イキスティックスは、 あらゆる規模の人間の居住地を網羅しようとしており、大都市だけでなく、可能な限り、総集落パターンを見て、考古学的及び歴史的記録から学ぶことを、目指している。1960年代と1970年代に、都市計画家と建築家として、五大コメガロポリスの成長可能性に関するものを、含む、本、研究、そしてレポートを著述。 人気のピーク時1960年代に彼はアメリカの都市の未来についての米国議会に演説し、その肖像画はタイム誌の表紙を飾り、彼の会社は40カ国以上で、コンピュータセンターは当時のコンピュータ技術の最先端にあり、毎年恒例のデロスシンポジウムには世界社会学会が世界の一流の思想家や専門家を魅了した。ギリシャでは彼は しつこい疑惑と反対運動に直面、彼の勧告もほとんど無視された。ギリシャのフンタから二つの大きな契約を1974年に転落後、大佐の友人として獲得した、彼は、競合他社から批判された。政治囚人が収容されていた隣接するミクロニショーズ、島に、アテネ空港を建設するという彼のビジョンは、ラブリオンの橋、鉄道路線。 そして港と共に実現されることは、決してなかった。人生の最後の2年間、筋粛性即作硬化症のために会話もできなくなり、1975年に、亡くなると影響は早くも小さくなった。彼の会社ドキシアダスアソシエーツは、死後数回所有者を変え、コンピュータ会社の後継者も残っていたが、計画、 または、イキスティックスへの光景はなく、デロスシンポジウムは中止され、そして、世界社会学会は、強曖昧な組織と化した。日本語訳ギリシア語、オメガニューシグマタウアルファニュータウニューパイ、シグマタウラムダウプシロンデルタクサイ,イオタ、デルタイタ、発音、コンスタン、ティーノスアポ、スタリウエドキシーエイエス。ありがとうございます。